金製鉄は、北朝鮮の第二大最高指導者、金正日の次男。2020年4月より、朝鮮労働党の行政指導課長を務めていると、される。母は、大阪鶴橋生まれの在日朝鮮人二世で、帰国した、公期。同母邸に、第三大最高指導者の金正恩、同母妹に、金、与え忠氏がいる。また、イボアに金正男がいる。 1996年頃にスイスのインターナショナルスクールにパックチョルという名前で留学していたことが確認されている。スクール内ではバスケットボールを好んでいたとの証言がある。1998年に卒業を前にして突如帰国した。2007年には近日生軍事大学で軍事学を治め、金正日の軍視察に同行していたと報じられた。 北朝鮮では最高指導者の地位が、近日成から実施、近正日に継がれたため、日本、韓国などのメディアでは、近正日の後も、指導者の地位が世襲されることを前提にした報道が多かった。そのため、日韓のメディアにおいては、近正日の後継者が、実施のうち誰なのかがしばしば取り沙汰され、実母の国高英機が偶像化されたことで、金製鉄の名前も挙げられた。 また、金正日の妻であり、後継者選びに大きな影響力を持つと言われる金玉は、金製鉄を押しているが、この背景には、後継機が死の直前に、金製鉄、金正恩兄弟の面倒を見るよう託したことも、関係しているとされた。また、後継機の後押しを受け、長男の金正男を、後継者に押す超製託の性的である、李最後が、金製鉄、 金正恩兄弟の貢献役になっていたとされる。ただ本当に、後継者と国内で目されているのであれば、ほんの数人の同行者を伴うだけで外国を歩き回り、外国メディアにその姿を追跡、撮影され続けることを、朝鮮労働党や朝鮮人民軍の支持者らが、黙認するとは考えにくいとも言われていた。2011年12月17日の金正日の死去後、 実定の金正恩が後継者として発表された。後述する2006年のドイツ旅行の姿をメディアに撮影されたことが後継者争いから脱落した原因になっているという見方もある。政治では長らく公職にはついていないとされてきたが、後述の通り2020年頃より養殖についているとの見方もある。金正日市巨語はしばらく同行が確認されていなかったが、 2013年4月 TBS は北朝鮮最高幹部らの指定によるグループ放課組のトップに金製鉄が就任したと報じた。2013年の11月から12月にかけて朝整宅と側近が粛清された際には金製鉄の主導によるとする説が朝鮮日報によって報じられている。2020年4月末よりから 朝鮮労働党の中央党組織指導部内に新設された行政指導課長を務めているとされる。また6月には党中央委員会候補委員に選出されている。元中英北朝鮮講師の大野長博は2017年1月25日の記者会見の中で金製鉄について政治に関心がなく役職もない。音楽に関心があり。 有能なギタリストだとかだった。2006年6月、ドイツを旅行中の様子を、フジテレビによって報道された。この旅行は何らかの治療のためだとの観測があった。しかし、この件が発端で、大のエリック・クラプトンのファンであることが知られるようになった。この旅行中に、ドイツで開催されたエリック・クラプトンのコンサートに4日間、すべて訪れた。なおこの頃に、金製鉄は、 平壌で講演できないかを韓国側に打診するよう要望したと伝えられている。新編保証の覚書が交わされ、会場は両羅島メーデースタジアムと決定するほどまで進展したものの、クラプトン側が独裁体制で講演した初の有名ミュージシャンになるのを嫌がり取り消された。さらに2011年2月14日には、 シンガポールのライブハウスでエリック・クラプトンのライブを鑑賞しに来たサイの彼の映像が韓国の KBS で公開された。この際、製鉄同行が20人以上おり、さらに会場警備と取材陣が一部揉み合いになったという。製鉄は耳にはピアスをし、着ていた服は黒の T シャツというラフな姿であった。また、韓国のマスコミが製鉄への直撃取材を試みたサイ。 韓国マスコミのカメラマンと同じく製鉄の取材をしていたテレビ朝日のカメラマンが数人の製鉄の関係者に悪態をつかれた上暴行された。製鉄は取材に何も答えることなく去っていった。金正恩体制になって以降も2015年5月20日にイギリス・ロンドンで開催されたエリック・クラプトン公演に姿を現している。父の金正日から彼は 女の子みたいと評されていたと言われている。金日成、金正日、金正恩の家系図。ありがとうございます。